ちらはひょっとしてゼファーの7班、はい、何年モデル ?14 ですね。14年モデル94年。めっちゃ綺麗にしてありますやん。まあとりあえずあ、よかった、うちの Z はまた上がってください。どんな感じか。いいですかね。やっぱゼファーよりはね、Z なんですね。結構重たいですよ、900は。ええ感じですやん。お買い上げありがとうございます。ありがとうございます。今度は次、あの破壊団の気分いきましょうか。破壊団の気分。なかなか H2 はね、あのこの間川崎忍者 H2 で初めて H2 ないう名前継ぎましたからね。なかなか乗りやすそうでしょ。あ、どうかな、曲がらない、止まらない、まっすぐ走らない。まっすぐ走らない。30それてますよ。でもそれが嫌やからね、フレーム補強入れて曲がる止まるまっすぐ走る仕様にしてるんですよ。これ何年くらい？73年モデル。あれも73年モデルですわ。あ、カメラ貸してもらえますか？みんなの撮りますわ。はい、はい、こっち向いてもらえますか？あ、ごめんなさい、もう、あ、行きます行きます行きます。どこ押したらよかった？このボタンです。はい、わかりました。はい、はい、こっち向いてもらえますか？はい、坊主。はい、もうちょ待ってね。言います。はい、ポーズ。あれ撮れてるか見て。ひょっとして撮れてないかも。撮れてないかな。カシャっていう音がせえへんかったからね。無理。あ、オッケーオッケーオッケー、いける、うん、名前も撮ってしまった。オッケーです。すみません、ほんならこの野島サウンドを聞かせてもらえますか？あ、静かですよ。はい、そこからですね。突っ込むとこはそこから見てくれると思います。すみません、トリックスターサウンドを聞かせてもらえますか？すみません、静かすぎて。すみません、森脇さん待ってください。森脇鉄管やね、これ。そうですね。あ、今日から落としてる。しゃあないな、もうお買い上げかな思ったのに。今高鳴ったもんね、Z1、400番ぐらいしよるもんね。ですよね。このレベルで僕らは安く買うてるけど、昔やから。こっち行くんかな。はい、こっち行きます。次の信号右で309出ますから。そうですよね、それが一番早いです。次の信号を、高架下右行ったらだいぶ大回りになりますから、次の信号を右に行ったら309出ます。309に出た方が早いんですね。うん、早いですね。わかりました。 OK です。みんなウィーリーしてくださいね。 OK。